すみません、じゃあ、アリエクスプレスぐらいからですかね。そうですね、アリエクスプレスはどんどん新商品が出てくるし、すごい数のバイヤーさんがいるので、うん、セラーさんがいるので、うん、新商品がどんどん出てくるから、飽和することはないと思いますね。かぶることも少ないですし。はい。なるほど、なるほど。わかりました。だから、アリエクスプレスでこれを仕入れようかなと思ったときに、うん、一応、メルカリ内でそれを売ってる人がいないかを見るのも一つの、コツかもしれないです。もうすでに売ってる人がすごい売ってたら、もう売れる商品は確定なんで、はい、そこに被せていくかどうかは、その利益率とかで見てたらいいと思うし、はい。だから、メルカリ内で売れてるかどうかのリサーチも、大事かもしれないですね。なるほど。はい。わかりました。それで、例えばですけど、商品を見るのって、やっぱ大体購入者さんっていうのはスマホを見て購入すると思うんですけど、はい。まあ、そんなにも文章も読んでないのかなと思ってて、こう画像の加工のポイントとか、なんかこう、出品の際のポイントとか、もしアドバイスがあるなら、こういうことした方がいいよとかありますか？そうですね。アリエクスプレスの、売られてる画像を、もうそのまま使うと、売れると思います。あ、そうですか。はい。すごい綺麗に撮ってるから、プロが。それを使うか、それにプラス、送料無料とか、そういう文字をちょっと入れてみたりすると、人と違うことができますよね。はい。あ、もうなんか無料の画像加工の、使って、ペイントか何かとかで。はい、もう何でもありますね。それはもう、文字入れるから何でもいいんで。そうですよね。はい。それで送料無料とか、そういうのを入れていくといいかと。はい、あと、アリエクスプレスのはもう、画像自体がいいからそのまま使うのもとてもいいというような内容ですね。はい。そうですね。はい。なるほど、わかりました。あとですね、今回のまあ参加しているメンバーは、後々量が増えてくれば、この、要は VBC の仕組みを使えると思うんですけれども、はい。まあ、特に藤原さんなんかは今もう何十万とかも仕入れてるんで、一気に、仕入れられてると思うんですが、はい、まあ、すでにも VBC のメンバーで、まあ、VBC マネーとかある方は、アリエクスプレスじゃなくて、例えばアリババとか、タオバオで仕入れてもいいですかね。あ、全然大丈夫だと思いますよ。アリエクスプレスで売ってるものを、タオバオで見つけれたら、そっちの方が安い時もありますから、はいはい、大量に仕入れる時はですね。はい。あ、それはもう全然 OK だと思いますよ。あ、なるほど、なるほど。なんかアリエクスプレスで仕入れなきゃいけなくて、VBC マネーが使えないです、みたいな、こう、アンケートとか行く人もいらっしゃったんで、はいはい、別にそれはいいわけですよね。そこに柔軟に。はい、全然 OK です。了解ですよ。ってことは、VBC マネーも使えるし、まあ、こういったところで、はい、アリババであるとか、タオバオとかで大量に仕入れて、仕入れ価格を下げるってことも可能ってことですもんね。そうですね。ただそのアリエクスプレスは英語ですけど、タオバオとかは中国語になるんで、その辺の、まあ、テクニックというか、慣れは必要ですよね。はい。なるほど、なるほど。わかります。はい。わかります。なんか今、こう、始まって大体2週間ぐらいですね、ちょうどお盆で経ちましたけども、はい、今毎日こう、日報出してくれてるメンバーとかもいる中で、まあ、こう、傾向とかいろいろ見えてきたと思うんですけども、なんか最後、一言、藤原さんからあれば、お願いします。そうですね。やっぱり、日報を毎日出してもらえたら、こちらも、疑問点とかあれば、それこに、質問書いてもらったら、私もすぐに返すことができるし、やり取りができるのが、すごい、お互いにとっていいと思うんで、日報は毎日出してほしいですよね、皆さん。はい。で、出されてる方は、やっぱり、どんどん質問もしてくれてる方は、進度が早いですし、すぐに10万円達成できると思いますね。スピードでいってると。確かにそうですよね。はい、もうなんか、まあ、そんなに、みんな似たようなレベルですし、恥ずかしさとかは置いといて、どん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 
自分のもう一対一のコンサルかのごとく使っちゃった方がいいかなと思いますよね。そうですよね。はい。うんうんうん。わかりました。僕なんかも最初にアリエクスプレス気づいてやってる時に、うん、本当に手探りで自分でもう教科書も何もなくて、教材も何もなかったんで、うん、全部独学でやったから、うん、もういっぱい失敗もしたし、うん、そういう経験もあるから、やっぱり人に聞けるっていう、先生に聞けるっていうことは、やっぱりすごい、いいことだし、うん、スピードが速いとか、最短で、たどり着けると思うんで、ぜひ僕を活用して、うん、頑張ってほしいと思いますね。わかりました。じゃあ、まあ、こんな感じでですね、今後もまあ、アンケートとか質問とかのフォームをですね、準備して、まあ、こういった音声で、配信できるようにできたらなと思いますので、ぜひ、今後も皆さん、一緒に頑張っていけたらなと思います。じゃあ、今日は藤原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。